の本は私が計画した通り、誰にも永遠に破壊することはできないだろう。それは星を散りばめたような空間をさらに落ちていった。結局どこに落ちたのか、もうそんな推測も無駄に思えてきた。ただ私の中に解決されない一つの疑問が残る。それは一体誰の手にミストの本が渡るのかということだ。この疑問に終わりはないだろう。だからエンディングは書かずじまいで終わることになるかもしれない。